DVI コネクタ DVI DEOS プラグデジタルビジュアルインターフェースはディスプレイ装置における映像入出力インターフェースの標準規格である。HDMI は DVI と部分的に互換性がある。DVI はシリアルインターフェースの一種であり、ディスプレイに無圧縮のデジタルビデオデータを送ることにより完全にノイズレスでドットバイドットとなる表示を可能にしている。 アナログ VGA からの移行が想定されていたため DVI 規格のコネクタを通して VGA の映像信号を扱うことができるよう設計されているが、兼用できるかどうかは機器によって異なり対応状況に応じてコネクタの形状も異なっている場合があるためケーブルの使い回し等においては注意が必要である DVI は 4K や 8K には対応していない DVI は デジタルディスプレイワーキンググループという産業界のコンソーシアムによって開発され、当時のディスプレイ装置の性能を最大限活かすよう設計された。DVI は各ピクセルの軌道をバイナリデータとして送信する。ディスプレイはそれぞれの値を読み取って適切なピクセルに軌道を適用する。この方式ではソースのデバイスの出力バッファにあるそれぞれのピクセルの軌道情報と ディスプレイデバイス内の一つのピクセルが直接対応するためアナログ信号で起こるような隣接するピクセルによる影響を受けることがないアナログ VGA のような以前の規格は出力先として CRT を想定して設計されており出力電圧を変化させることにより画面の明るさを表現していたこの信号は電子ビームがスクリーンを横切って動く際に ビームの強さを変えるために使われる。しかし、VGA のようなアナログ信号を LCD のようなデジタルディスプレイに入力すると、信号をデジタイズする際にサンプリングにおいて歪みが生じる。また、環境によってはクロストークが発生する場合もある。DVI で用いられているデータフォーマットは、半導体製品メーカーであるシラコン、イメージ社が提唱した。 パネリンクというシリアル通信フォーマットを元にしている。パネリンクを元にトランジションミニマイズドディファレンシャル、シグネリングとして標準化された規格がすでにあり、これが DVI 規格に内包された。伝送炉は4つのツイストペアケーブルで構成され、1ピクセルあたり24ビットを伝送する。この伝送炉を TMDS リンクという。信号タイミングは アナログ映像信号の垂直動機及び水平動機とほとんど正確に合うようになっている。デジタル映像データはアナログ映像信号の同期タイミングを模してライン間やフレーム間の基線消去期間を含めてラインごとに送信されパケット化は行われない。DVI はデータ圧縮をせずフレームを構成するデータは常に全量送信される。 この TMDS リンクを単一で用いる方式をシングルリンクという。DVI 仕様ではシングルリンクにおけるピクセルクロック周波数の最大値は 165MHz である。この制限から垂直同期周波数 60Hz の場合の最大解像度は 2.6MP となる。WXGA の解像度はこの制限に収まるので伝送できるが、 クックスガの解像度や WUXGA でも垂直動期周波数を 60Hz より上げた場合には、制限を超え伝送できない。それゆえ、広大な高解像度表示と多様な垂直動期周波数に対応するために DVI コネクタは2つ目の TMDS リンクを用意している。シングルリンクよりも伝送帯域が必要なときは2番目の TMDS リンクを有効にする。 そしてそれぞれの TMDS リンクで交互にピクセルデータを送信する。これをデュアルリンクモードという。デュアルリンクモードを使う場合、シングルリンク時のピクセルクロック周波数制限は取り払われ、それぞれの TMDS リンクのピクセルクロック周波数は 165MHz を超えても良い。そのため、デュアルリンクモードでの総合的なピクセルクロック周波数は、 シングルリンクのピクセルクロック周波数最大値 165MHz を2倍した 330MHz よりも高くすることができる。DVI 仕様はピクセルクロック周波数が 165MHz に達しないディスプレイモードはすべてシングルリンクモードを使い、それ以上のディスプレイモードはデュアルリンクモードを使わなければならないとも規定しており、 ピクセルクロック周波数 165MHz 未満でデュアルリンクモードを使うことを禁じている。2番目のリンクは、上述した高解像度表示のほか、1ピクセルあたり24ビット以上を必要とする場合にも使われる。この場合、LSB からピクセルデータが転送される。最終機のアナログ VGA コネクタと同様に DVI コネクタには、 ディスプレイデータチャンネルバージョン2のピンがあり、これにより、グラフィックアダプタが、ディスプレイのエクステンディットディスプレイアイデンティフィケーション、データを読み取ることができる。DVI コネクタピン DVI アイタを装備した、PC のバックパネルの一例 DVI コネクタは、普通 DVI 専用のデジタル映像信号を通す、ためのピンが含まれている。デュアルリンクシステムの場合は、データ信号線の二番目のセットに、 追加のピンを用いる。DVI コネクタは VGA 標準で使用されている古いアナログ信号をも通すピンも合わせ持っている。この特徴は DVI を普及させるための互換機能として企画に含まれた。ディスプレイタイプの変遷過程においてアナログ方式かデジタル方式かにかかわらず同じコネクタ経由で映像信号を扱うことができた。デバイスにある。 DVI コネクタは実装されている信号線によって3つの名前がある。規格ではコネクタに交代域伝送のための2番目のデータリンクを規定しているが、その性能に満たないすなわち2番目のデータリンクを要さないデバイスのほとんどはコストダウンのためにこれを実装はしていない。ただしコネクタの接続互換性を上げる目的で、 内部結線はされていないもののコネクタ自体は2番目のデータリンクピンを持つものを採用する機器が存在し外観上の区別を難しくしているそのためそれら機器と区別するために2番目のリンクを正しく実装しているコネクタはしばしば DVIDL と通称されているなおこの通称はアナログ信号炉の波相うむを表してはいない同様に DVI ケーブルの多くも2番目のリンクを実装していないが、これを実装しているケーブルは、そうではないシングルリンクケーブルと区別するために、デュアルリンクケーブルと呼ばれることがある。DVI-i コネクタにある長くて平たいピンはアナロググラウンドに用いられる。このピンは DVI-D コネクタにある同じピンよりも幅広い。そのため、仮に、 DVI iOS コネクタから4つのアナログピンを取り除いても DVI DMS コネクタに接続することはできない。GTF はベサ標準であり、Linux の GTF ユーティリティツールで簡単に計算できる。4K 解像度である 2160P60Hz にはデュアルリンクでも帯域不足で対応しておらず、初期の 4K ディスプレイには DVI d、VID、l を 複数本接続することで必要帯域を確保しているものもあったが、その後はディスプレイポートや HDMI などでの接続が一般的である。ピン番号 HDMI は DVI を元にしたデジタル映像、音声用の新しい規格で AV 機器用に機能が付加されている。基本的なデジタル映像信号については共通であり、DVIHDMI 変換ケーブルなどで 相互に接続可能であるが、いくつかの違いもある。HDMI のみで規格化されているデジタル音声頂上などは DVI 信号を扱う機器ではサポートされない。なお規格外製品の中には DVI 端子から HDMI 信号を出力してデジタル音声を内放させているものや DVI 入力コネクタではあるが、 HDMI 規格のデジタル音声信号を受け入れる機器もある。DVI は同じコネクタでアナログとデジタル伝送を選択できる規格としては唯一広く普及した標準である。競合する標準はもっぱらデジタルのみである。これらのシステムはローボルテージレファレンシャルシグネリングを使用していて FPD リンクやフラッテリンクと独自に呼ばれるものとして知られていた。その光景が LVDS ディスプレイインターフェースやオパンルディである。USB 信号はコネクタの中に入っていないのでインフォーカス社が彼らのプロジェクタシステムに搭載したベサ M1DA コネクタの中に入れた。そしてアップルコンピューターによって2005年までアップルディスプレイコネクタとして使われた。ベサ M1 コネクタは本質的にベサプラグディスプレイである。 それ自身はもともとエンハンスドビデオコネクターと呼ばれていた。Apple ディスプレイコネクターは電気的にベサ P&D、M1 と互換性があるが、物理的にはコネクタのカバーの形が異なる。ソーテック社製液晶ディスプレイ、L15ASCHD はモニター接続用コネクタで液晶自体の電源供給も行う DVI の規格を逸脱した仕様になっており、 通常の DVI 対応機器と接続すると破損する危険があり、多くの避難を浴びた。ありがとうございます。